え皆さん、こんにちは。デベロッパーボケットのカンと申します。えー、この後はですね、Firebase に関するアップデートを私の方から共有させていただきたいと思います。Firebase は3年前の GoogleIO で、モバイルプラットフォームとして発表してからですね、常に改善をしてきました。この半年だけで100以上の機能の改善にはアップデートがありました。 ファイ a s スはモバイル開発者の皆さんにこの3つの領域で役に立っています。まず1つ目はアプリの構築を簡単にしていること。そして2つ目はアプリの品質を高めること。3つ目はユーザーエンゲージメントを高めること。まずはアプリの構築に関するアップデートを共有したいと思います。皆さんがご存知の通り、今年の Google IO では機械学習、 ML、AI に関する、えー、アップデートは結構の重きを置いています。Firebase についても同じです。たくさんのモバイル開発者の皆さんがより AI、マシンラーニングの力を生かして素晴らしいアプリを作っていただけるように昨年の Google I.O. で FirebaseMLKit」を発表しました。 今年は MH 等を引き続き多くの機能を追加していましてですねまずは新しい翻訳の API が追加されました59言語の間の翻訳ができる API になるんですけれどもこの API のバックエンドにある機械学習のモデルがユーザーのデバイスの上で動いているのでオフラインの時でも ししますし完全に無料で使っていただくことができますこの API を使ってですね不動産検索アプリのライフルホームズさんが早速新しい機能を作っていただきました今まで日本語しかアプリ提供していないんですけれども日本語が読めない外国のユーザーが年々増えてきているということもあって多言語で アプリを提供することを本格的に検討してきました。トランスレートの API を使って日本語で入稿した物件の情報を手軽に多言語対応ができるというフィードバックをいただきました。そしてもう一つの新しい API はオブセ e ト t d e t e ン t i o n and t r の API があります。画像の中のものを認識してそれがそれらが どのののののカテゴリーのものななのかっていうのを識別してくれる API になりますこの API を使うことでですねこちらのデモの動画にあるように画像で商品を検索する機能を作ることができますフリーマーアプリのラックマさんが早速この機能を試していただいてカメラで商品を検索できるプロトタイプを作っていただきました これはどういう仕組みで動いているかといいますと、まずデバイスでリアルタームにユーザーが検索したいアイテムを m l キットのオブジェクトリレクション API を使って特定して、そしてそれがどのカテゴリーのものなのかを判別します。次にそのアイテムの画像の部分だけ切り取ってサーバーの方に送って、 クラウドのビジョンプロダクトサーチ API を使ってですねそのアイテムに類似した商品を検索します。ラクマーさんのお話を聞くとチーム内にはマシンラーニングの専門家の方がいなくてもエムレキットと Google クラウドの API を使うことでこの機能をこのプロトタイプをサクッと作ることができたそうです。 そしてライフルホームズさんはですね同じオブジェクトリテクション API を使って新しい物件の検索方法を作りました。こちらのデモの動画にあるようにですね街を散歩するとき気になった不動さんがあればカメラでかざすだけでその建物の中にある空き物件を検索することができます。 この機能自体は1年前にライフル e さんは自前で作ったオブジェクトリテクション API でリリースしたんですけれども ML キットのオブジェクトリテクション API に切り替えることによって認識の精度が上がったというフィードバックをいただきましたそして ML キットのもう一つの機能は AutoML Vision Edge っていうのがありますこれは何かというと皆さんのご自身の分野に最適した 画像分類の機能を作ることができます具体的な例を一つ申し上げますと例えば皆さんが犬が好きですと犬の種類を判別するモバイルの機能を作りたいんですその場合オートエーメルビジョンエッジが役に立つしますこの3つのステップでその機能を作ることができますまず学習のデータを集めていただきます 皆さんが識別したい犬の種類の写真を集めていただいて、そして Firebase のコンソールにアップロードしていただきます。次にボタンを一つ押していただくだけで、AutoML Vision Edge が犬の種類を判別する機械学習のモリルを自動的に作っ,てもら作ってくれて、そのモリルを TensorFlowLite の形に変換することで、 モバイルのアプリの上で動くことができます。そして ML キット経由でそのモデルをアプリに配布することができます。最後に ML キットの SDK を使って端末上で画像分類を行うだけですね。結果としては先ほどの犬の画像をですね、作った画像分類の機能でにかけるとき、 このようにどの検診のものなのかを確率の、えー、確,確率の数値で、えー、返ってきますこれで機械学習の専門知識がなくても簡単にデータの用意だけで任意の分野の画像分類の機能を作ることができます そして機械学習のほかにですね今年の Google IO で Firebase のアップデートの中のもう一つの重要なテーマは Google クラウドとのコラボレーションですね。Google クラウドと Firebase のコラボレーションで生まれたサーバレスのデータベースソリューションのクラウドファイアストアなんですけどもこの製品はですねついにベータ版を卒業して一般提供になりました。 これで99.999%の SLA がつくようになってつまり1年間の障害時間は5分以内に抑えるとコミットしています。そして機能の面と非機能の面の両方の改善があります。現時点では世界中の15箇所の Google クラウドのリジョンでファイストアのデータベースを作ることができます。 そしてリアルタイムの利用状況を把握する機能が追加されてですね利用料金の確認や利用料金の予測をより簡単にできますそしてクエリの機能に関しても改善がありますコレクショングループクエリという機能が追加されるんですが複数の同じ名前のコレクションをまたいでクエリをかけることができるようになったので データの設計は今までよりシンプルになります。そしてバックエンドで由うとデータベースの他にロジックの実行環境も重要な要素になるかと思うんですが、クラウドファンションズーファイベースはですね、ザ a v a s c r i p t で書かれている処理のサーバレースの実行環境を提供する製品になるんですけれども、このクラウドファンションに関してもアップデートがいくつかあります。 まず、クローンジョブのように特定の時刻で定期的にファンションを実行する機能が追加されました。このようにクロントアップの構文で実行の時刻を指定するだけで実現することができます。そして、クラウドファンションズとリモートコンフィグの連携が実現されまして、新しいコンフィグがリリースされたタイミングでファンションを実行するような使い方が可能になりました。 以上は Firebase がアプリの構築に役に立つ機能のアップデートをお話ししたんですが次はアプリの品質を高める機能のアップデートをお伝えしたいと思います。クラッシュ検知のツールのクラッシュリティクスなんですけれどもついにですねクラッシュリティクスで習得したクラッシュの情報をビッグクエリーにエキスポートすることができるようになりましたので これで詳細なクラッシュの影響分析などが可能になりました。そしてアプリがクラッシュしなくても動作が重かったりとか、アプリがフリーズしたりとかすることでユーザーがアプリから離れてしまう恐れがあるのではないでしょうか。Firebase パフォーマンスモニタリングがですね、このような問題を可視化してくれるツールになるんですけれども、 今までモバイルのネイティブアプリ、iOS アプリ、Android アプリしか対応していなかったんですが、ついにですね Web アプリのパフォーマンス測定も可能になりました。そして、ビッグ q u e にパフォーマンスのデータをエスポートすることができるようになったので、さらに詳細な分析やカスタムのパフォーマンスのダッシュボードを作ることが可能になりました。 品数が高いアプリが実現できたら次はユーザーエンゲージメントを高めてモネタイゼーションにつなげていきたいところなんですね Google Analytics for Firebase がですねアプリ内のユーザーの行動を可視化してくれるツールになるんですけどもその可視化の情報をした情報を使っていろんな施策を打つことができます例えば 特定の行動を起こしたユーザーのグループに対して、プッシュ通知を送ったり、広告でターゲティングをしたり、リモートコンフィグでアプリの距離を変えたりすることができます。今年の IO では、Analytics for Firebase は大きく進化したいくつかの発表がありました。まず新しい機能として、複数のユーザーの属性のを組み合わせ ですねえー、その絞りり込み条件ととしして使ううことができるようになりましたどういうことかっていうと例えば18歳から34歳の男性で、えー、新規のユーザーといった組み合わせの条件に絞った時そのグループがです、ね、平均で何分1日アプリを使っているのかそしてどんな機能をよく使っているのかっていうのは簡単にダッシュボード上で確認することができるようになりました。 そしてこのユーザーリストを作成する機能なんですけれども、オリエンスビルダーという機能なんですけれども、大きく改善されました。例えば、レストランの予約のアプリがあるとしますそ。そ,そこでお店,をお店の詳細の情報を10件以上観覧したのに、一度も予約をしていないユーザーのグループを作成してですね、そのグループに 通知でクーポンを配ったり、他の予約を促すような施策を打つことができます。はいえー、以上はですね、Google IO で主な Firebase のアッ,アップデートをお話しさせていただきましたけれども、ご覧の通り結構の数があるので、最後に3つのポイントだけあのまとめて、ぜひこれを覚えて書い、えー、ていただければなと思っています。まず1つ目のまとめのポイントはですね、 ML キットで機械学習を機械学習や AI をアプリに導入することが非常に簡単になったのでぜひ機械学習 AI を使ってより新しい素晴らしいユーザー体験を作っていただければと思います2つ目はアプリの機能の面もあのとても重要なんですけれどもアプリの品質も非常に重要なファクターなので Firebase の中にはアプリの品質を高める いくつかのツールがありますので、ぜひそれらを使ってえアプリの品数を高めていただきたいと思います。3つ目は、アネテキスの機能は大きく進化しましたので、それであの高度な分析や強力な施策をつことができるようになったので、ぜひフル活用してください。私のパートは、Firebase のアプリエイトの共有は以上となります。